はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、突然なんですけど、皆さんここで問題です。風邪を予防するには一般的にビタミン C がいいと言われていますが、実はビタミン D の方がいい。これって本当か嘘か。1番本当、2番嘘。さあどっちでしょうか。5、4、3、2、1、0。正解はですね、1の本当です。ですね、解説しますとですね、風邪予防にはですね、〇〇がいいなどという話はね、多くありますけども、まあ、食べ物、まあ、栄養ですね。そう、栄養ではですね、一般的にそのビタミン C が風邪にいいと言われてますけども、しかしですね、呼吸器疾患のエキスパートとしてテレビなどでのおなじみのね、まあ、たびたびお話しさせてもらってるんですけど、その池袋大谷クリニックのね、院長の大谷先生はですね、まあ、エビデンス、科学的根拠から見ると、風邪にはビタミン C よりもビタミン D がいいと言えます。とおっしゃってますね。ビタミン C がね、風邪に効くかという研究はね、長年行われてきましたが、結果が一致しておらず、結論は出てませんと。で、一方、ビタミン D はですね、風邪、インフルエンザ、肺炎などね、呼吸器疾患、感染症か、呼吸器感染症の予防に役立つというエビデンス、科学的根拠があります。とお話しされています。ビタミン D はですね、サンシャインビタミンなどとね、呼ばれていることがね、あるようにですね、日光に当たると、体内でビタミン D が作られます。そしてね、1日に必要なビタミン D を合成するには、この日光浴の時間はですね、このまあ冬の関東、ね、東京の方ですね、であれば、1日に22分程度が必要です。とね、大谷さんは言ってます。まあ、この話有名なのはね、明石家さんまさんの話ですよね。さんまさんは、みかんを食べながら太陽に向かって走れとね、いうその言葉をね、信じて実行されているので、まあ、さんまさんは風邪ひかないらしいですよ。でもこの話はほんまにそのビタミン C も D も同時に取れてるからね、最強っていうことになりますね。で、またそのこれもね、大事な話なんですけども、睡眠不足が続くとですね、風邪をひきやすいという話を聞いたことがある人もいてると思います。で、まあこれも決してね、気のせいではありません。こう、実際睡眠不足はね、免疫力をね、こう落としてしまって風邪のウイルスに感染しやすくなるんですよ。164人のね、ボランティアを集めて行われたね、アメリカの研究によるとですね、1日の睡眠時間が7時間以上の人に比べて、5時間未満の人が風邪にかかるリスクはね、4.5 倍らしいです。で、まあ、5、6時間の人は 4.2 倍らしいです。7時間以上寝る人に比べてね。だから、その風邪をひきたくなければ、しっかり睡眠時間を確保して、ぐっすりこう寝ることが大切です。でも、そしてね、風邪の引き始めにはですね、軽い運動がおすすめだとね、大谷さんはね、言ってます。あと、大谷さんはね、こんなことも言ってます。まあ、軽い運動はね、免疫力を上げるので、まあ、初期の風邪ならば、その軽く運動するだけで治ることがありますよと。正しい激しい運動は避けて、軽めのね、運動をしてくださいと。大谷さんは、が言うにはね、普段の週末はプールで1キロほど泳ぐのですが、風の引き始めはね、5分ほどでね、切り上げるらしいです。これが割と効果があるとおっしゃってます。まあ、ただし、その高熱が出たり、咳込んでいたりとかね、とかね、こうだるいなっていう時には運動はね、避けてください。まあ、っていうか、その、風邪の引き始めでね、その、運動することなんてね、考えられないですよね。ただでさえしんどいのにね、ほんまに。まあでもね、軽い運動が、その、免疫力をね、上げてくれるのであれば、まあ、試してみる価値はね、ありそうですよね。まあ、軽い運動って言うても、どの程度か、もう人にもね、よるのでね、まあ、大谷さんのように、その、まあ、短い時間でね、切り上げるのがね、良さそうですね。まあ、でもね、僕の場合は、まあ、ちょっと、
とでもその風邪の症状といいますかね、熱が上がったりとかしたらですね、まあ、すぐにね電話しなさいとね病院が言われてますんでね、運動する前にねちゃんとあの病院のそのこの前ご紹介した LTF 外来の看護師さんにね電話してね連絡するようにしてます。まあ、おかげさまでねずっと家にいてて動画ばっかり撮ってるんで、まあそのたまにチャリ活とかはしますけども、この安静にしてるっちゃしてる方なんで、まあ熱出たりとか風邪ひくことはね今のところないですね。まあなのでその皆さんね風邪の引き始めと感じたらですね、まあ、元気で健康な人ならその運動したらいいですけども、まあ僕みたいにねちょっと病気した人は運動する前に病院に問い合わせてください。まあ、その病院に問い合わせて症状をちゃんと言って、普段どんな生活をしていているのかっていうのをねちゃんと伝えてください。それでね皆さん予防していきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。